マンションも持ち家でありましたし、一流企業170平米ぐらいのマンションでした。広で 普通にベンツ持ってましたし、始めた時からですね、すげえな。会社の中で歴代で最短で主任になって、最短で係長になりました。はい、普通に係長やってましたね。すごい。じゃあ年上で部下がいるんだ。あ、全然いましたね。あ、すげえ。毎日普通に法人営業で1日30、40飛び込みしてましたね。だから体力あるんでしょうね。その自衛隊もやってたし、永遠とやってましたね、僕本当に。メンタルとかは強いんだ。そうですね。え、この係長になられた時何歳くらいですか。あ、俺年言ってないんですよね。あ、はい、年言ってやめてもらっていいですかそれ。年隠してるんで。そこだけは門前払いだったね。井桁さんにはちょっと強めね。今日いや、僕にハマってないんで。これでハマる。ハマってない人に厳しいんだろ。人ってそうだもんな、大体年下の女性にハマってないんだ。なかなか指ささない。